はい、どうも高尾です。今回の、ネタなんですけど、ででん、イーチェン E120S、こちらの方がね、バングッドさんの方ね、提供によりちょっと届きましたので、ご紹介したいと思います。はい、ではね、ちょっと開封の方してみたいと思います。はい、では開封の儀です。こちらにね、封印シールありますんで、こちらの方を切っていきます。はい、まずは箱の方をついでに見てみましょうか。こちらの E120S なんですけど、ダイレクトモーター機なんですが、テールモーターがね、普通のコアレスモーターを搭載した、まあ、E150 よりちょっと小さいモデルというのがね、出たということなので、こちらの方をちょっと紹介してみたいと思います。箱の裏なんですが、はい、こちらになりますね。機体の大きさなど、メインのダイレクトモーターの、イメージを写真で載ってます。はい、では行きまーす。オープン。デレン。はい、マニュアルでございますな。これは、いつもの通りの、英語のマニュアルですね。はい、送信機の方です。今回ね、送信機、実のところね、まあ使わないんですけど、送信機付属モデルになっておりました。充電器と、これは、メインブレードですね。おメインブレードちっちゃ。充電器の方は USB で、ニセルのバランスコネクターから、充電するタイプが付属してます。はい、じゃあこちらの開けていきます。まずバッテリーがね、合計で3つついたのかな。機体に1個、付属に、1個ずつついた、3モデルになります。はい、じゃあ機体の方を取り出していきます。送信機はね、諸事情によってね、今回使いませんので、封印させていただきます。初期のね、設定ですと、こちらの方はモード2になってますんで、こちらの裏をちょっとねばらしてやらないと、これこの送信機ちょっとねめんどくさいやつなんですが、これモード1にもできますんで、使うときは、自己責任の上で、お使いください。はい、そしたら機体の方いきます。はい、それでは機体の方ね、見てみたいと思います。はい、ダイレクトドライブモーター、ダイレクトモーター機ですね。今は小型機だともうすでに標準ではないかというぐらいね、結構普及しているものなので、この機体も、期待ね、あ、ギャグじゃないですよ、期待できると思うんですが、こちらテールモーターがね、コアレスでちょっと大型のコアレスモーターが搭載されてました。あとを見るとね、まあこちらですね、バッテリーの交換がキャノピーがをばらさずにできるタイプになってます。あんまり激しく飛ぶ人はちょっとね怪しいかもしれないですけど、ここのバランスコネクターのところで差し込むと起動するということなので、まあこれならバッテリーはすっ飛ぶことはないかなという感じです。
はい、じゃあねキャノピー外してみましょうか。どっちにしろねバインドしなくてはいけないので、一回バラしてみたいと思います。メインモーターね、ちょっとズームしましょうか。はい、こちらの方がね基板になります。もう完全むき出しで、E150 みたいに、まあジャイロの、ケースが、入ってるわけではないのでね、大きい墜落とするともしかするとちょっと大ダメージ受けるのかもしれません。でジャイロマウントのところにちょっと固めの、スポンジでくっついてますね。でこちらの方が、FHSS の、モジュール、受信機モジュールです。もう完全に、ね、もう一体化されております。でサーボの方はこの大きさから見ると 2g サーボというのかな、そういう感じです。はい、グリップの方は、プラですね、樹脂タイプになってます。ヘッドは、これはアルミ製ですね、金属パーツになってます。はい、こんな感じで、パイプは E150 と同じぐらいかなという感じですね。あとでね、OMP ホビーの M1 とちょっとサイズ的に比べてみたいと思います。はい、多分プロポのセッティング自体はまあお約束のセッティングだと思うんで、問題ないかなと思うんですが、こちらの方、充電して、行ってみたいと思います。ちなみにバッテリーはまあこういうの専用サイズになってるんですかね、2セル、7.4V 500mAh 30C のものがね、付属してました。まあそんなにね出力はないんですけど、パッケージ等がね黒のシュリングチューブでまあかっこよく決まってるなという感じですね。はい、そしたらちょっと充電の方をやってみたいと思います。
そうですね、ピッチの聞き方にちょっと癖があるかな。今6軸モードで飛ばしてるんですけど、ピッチを入れた時止めてるはずなんだけど機体が上り続ける感じですね。後の方は全然、ダイレクトモーターといってもテールがねブラシレスではなくて、普通のコアレスモーターなんですけど、バッチリ制御してるような感じですね。ぶっちゃけいい150と変わらないぐらいの止まりを見せてきます。でもちょっとピッチの付きがね、6軸癖が強いかなという感じですね。こうやって止めてるんだけどワンテンポ遅れて止まるという感じですね。ラダー制御は結構いいかな。ちょっと着陸がね低すぎますんで、慣れるまではちょっと癖がある感じです。はい、それではリビングのテストの方、完了です。次回フライトで、フィールドの方で、テストしてみたいと思います。